どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、とうとうねこのクレジットカードをね発行してしまいました。ザン、映ってますかね。こちらアメリカンエクスプレスプラチナクレジットカードということで、本日はですねこちらの解説ですねやっていきたいなと思います。それではまず今回の動画ではね、まあ基本スペックとかね、あの特典ね、ちょっと動画長くなっちゃうと思うんですけども、解説ねやっていきたいなと思ってるんですけども、まずね券面を皆さんにお見せいたしたいなと思いまして、開けていきましょう。ちょっとね個人情報が書かれてるかどうかちょっとわかんないんで一瞬確認しますね。あ、セキュリティコードが表にありますねっていうことなんで、どうしようかな。まあこれもうしょうがないですね。あの箱からちょっと出してね、はい、お見せします。よいしょ。おお、そう、まあね、箱は本当にねこんな感じになっておりまして、こういったねここにカードが入ってて、こんな感じでねまあ入ってるわけなんですよね。はい、でこの下とかなんか入ってるのかな。あ、下はね規約とかがね入ってますね。はい、保険の規約とかね、まあそういったものが入ってます。でプラチナカードはね個人情報はこれだけですかね。はい、こんな感じになっております。いやー、とうとう発行してしまいましたね。これがアメックスのプラチナカードとなっております。もちろんこちらねメタル製ということで、まあこの質感はね、あの先日ねアメリカンエクスプレスのビジネスゴールドクレジットカードね動画ね出させていただきましたけど、それと質感はね一緒ですかね。うん、そんなにすごい金属してないんですよね。多分落としてもそんなでもないですよね。なんかねもっと金属っぽい音するのかなって思ってたんですけども、そうでもないですよね。で表面はですねセキュリティコード以外、まあお名前はね入ってるんですけども書いてないですよね。セキュリティコードだけ表面に入ってると。で裏にはですねカード番号とね、これ写すいけるかな、厳しいかな、いやほとんど隠れちゃうんですけども、まあこんな感じでねなってまして、まあほとんど写ってないな、この指の部分にですね、あのカード番号がね、記載があるっていった形になるんですよね。いやね、とうとう発行してしまいましたね。はい、14万3000円でございます。高いな。本当に高いですね。はい、まあでもね、ずっとね、いつか発行しようと思ってて、今までね、発行してこなかったんですけども、まあ今回ね、もう発行してしまおうということで、とうとう発行してしまいました。まあ大前提としてですね、今回動画解説ねさせていただくわけなんですけども、まあ万人の方にねおすすめできるクレジットカードではねありません。これはね大前提として言っておきたいんですけども、こういったね世の中になる前まではですね、結構ね海外によく行かれる方はまあアメプラね結構おすすめみたいなね感じで言われてたわけなんですけども、まあ現状ね、まあ私も含めて行けてないですよね海外に。はい、ということですね、まあ、海外旅行に行けないとですね、なかなかこの14万3000円の年会費っていうのは、まあ、元を取るっていうのはね、まあ、ほぼ難しいと思うんですよね。まあ、その点もねありますので、まあ、基本的にはですね、まあ、ステータスカードプラス、まあ、このプラチナカード独自のね特典を利用したい方向けっていう風になっておりますので、まあ、この点はね覚えておいていただいて、今回の動画ね見ていただければなと思います。またですね、今回の動画ね、予想ではね、かなり長くなる予想っていう風になっておりますんで、まあちょっとね、お時間ある時にですね、見ていただければなと思います。それではね、基本スペックからね、特典一気にね、紹介していきたいなと思うんですけども、まあ先ほど言った通りですね、券面はこんな感じの、まあ、プラチナカードっていう風になっておりまして、金属製のね、クレジットカードっていう風になります。で、金属製は金属製なんですけども、まあ、金属してないということで、まあ、こうやってね、叩いてもね、ちょっとプラスチックっぽい音しますよね。ですんで、すごいね、金属しいカードが欲しいっていう方はですね、このアメックスのね、金属製のカードっていうのは、まあ、そこまでね、そんな感じになっておりませんので、この点はね、注意してください。で、こちらね、金属製ということで、金属のね、クレジットカードって、まあ、海外でもあんのかもしれないんですけども、金属カード使えませんっていうところありますよね。まあ知らない方もねいらっしゃるかもしれないですけど、あるんですよね。でそういった方のためにですね、もう一個ね別で書き留めがね
届きます。まあこれ裏面だからいいと思うんですけども、まあ、こういった感じでね、あの本人限定日の封筒で書き留めが届きまして、 AC カードっていう、まあこれのね本当にプラスチックバージョンのね、これをね本当に同じプラスチックバージョンのねカードが届きます。カード番号とかはねちょっと違うんですけども、まあこれとね同じようなプラスチックのねクレジットカードが届くっていった形になります。ですんでまあ両方持ち歩くっていうのもねなかなかいらっしゃらないかもしれないんですけども、まあそういったね場合であってもまあ一応ね利用することができるっていった形になります。でこのねアメリカンエクスプレスのプラチナカードのですね基本スペックから特典なんですけども、まあこういった感じでねちょっとバンって出しておきますけども、かなりね、私の方で、私ね、リクマイラーでこのチャンネルをね、運営させていただいて、おすすめできる部分をね、抜粋させていただいたわけなんですけども、それでもね、かなりあるんですよね。で、ちょっとね、まあ一つずつね、簡単に解説ね、していきたいなと思っておりますんで、まあ見ていただければね、わかる通り、かなりね、時間かかるかなというふうに思いますので、先ほども言った通りですね、お時間ある時にね、見ていただければなと思います。まずね、年会費なんですけども、13万円っていうふうになります。で、こちらにね、税金がかかりますので、税込みね、14万3000円のクレジットカードというふうになります。で、家族カードについては4枚ね、無料で発行することができます。で、このアメリカンエクスプレスのプラチナカードはですね、年会費を更新すると特典がね、あるクレジットカードというふうになっておりまして、フリーステイギフトっていうね、無料宿泊券が1泊分ね、いただくことができます。で、こちらはですね、昔ね、すごい使いづらかった部分があったんですけども、半年前ぐらいですかね、私の動画でもね、解説出させていただきましたので、詳しくはね、そちら見ていただきたいんですけども、マリオとヒルトに関しては、ステータス特典がね、利用することができるようになりました。で、今まではですね、除外日とかも多かったんですけども、それもね、かなり減って、かなり利用しやすいね、特典っていう風になりました。で、基本還元率なんですけども、アメックスプラチナカードは 1% の還元率っていう風になっておりまして、貯まるポイントはね、アメックスリワードポイントが貯まります。で、アメリカンエクスプレスのね、プロパカードはですね、このアメックスのリワードポイントが貯まりまして、ポイント交換するときにですね、メンバーシップリワードプラスっていうのにですね、登録すると交換レートがね、良くなるんですよね。これを登録しないとね、交換レートが悪いわけなんですけども、まあこれね、有料なんですよね。いくらだったっけな、3000円か、そのぐらいのね、有料プログラムなんですけども、このアメックスプラチナカードに関してはですね、メンバーシップリワードプラスの費用っていうのはですね、含まれているっていう風になりますんで、登録は必要なんですけども、無料でね、利用することができます。またね、ボーナスポイントプログラムということで、ある一部のね、特典加盟店だけ、本来ですね、アメックスプラチナっていうのは基本還元率 1% なので、100円で1ポイントが貯まるわけなんですけども、Amazon であったり、Yahoo ショッピング、ヨドバシカメラ、iTunes ストア、Uber Eats、JAL、1Q.com、HIS、まあこちらに関してはですね、ポイント3倍でね、利用することができます。で、このボーナスポイントプログラムっていうのもですね、利用するのはね、無料なんですけども、登録はね、必要っていう風になりますんで、この点もね、覚えておいてください。でですね、アメックスリワードポイントのポイントの利用先に関してなんですけども、ANA マイルとか JAL マイルとかね、ブリティッシュエアウェイズとか、マリオットボンベポイント、ヒルトンポイントとかに交換することができます。で、交換することはね、できるわけなんですけども、この交換レートっていうのはですね、ほとんどね、よくありません。で、唯一ね、いいのが ANA マイルっていう風になっておりまして、1ポイントね、1マイルで交換することができるんですよね。これね、すごいいいんですけども、ANA マイルのね、上限っていうのは、年間4万マイルっていう風に決まっておりますので、年間でね、4万マイル以上ね、交換することができないんですよね。で、この1年間っていうカウントは、1月1日から12月31日までっていう風になってるわけなんですけども、まあ、この期間でね、4万マイルまでしか交換することができないっていう風になっておりますんで、それ以上ですね、他の利用先で、まあ、ポイントね、利用していただくっていった形になりますんで、レートはね、ちょっと悪くなってしまうんですけども、JAL マイルであったり、ヒルトンホテルのポイント、マリオットボンベホテルのポイント、またですね、アメックスのリワードポイントは、航空会社決済ね、していただきますよね。それの利用額にポイント充当っていうのもね、利用することができるんですよね。まあこれだと1ポイント1円でね、利用することができるわけなんですけども、これもね、先日解約がありまして、2022年の1月からだったかな、
こちらね、1ポイント 0.8 円充当にね、解約っていうのがね、もうすでに発表されておりますので、今現在はね、1ポイント1円でこの航空会社で決済した分にポイント当てることできるわけなんですけども、まあこちらはね、2022年の1月の13日よりですね、0.8 円換算でポイント充当がね、利用することができます。またね、ホテルありますよね。こちらに関しても、このアメックスプラチナカードで決済した分の利用額にですね、ポイント充当で 0.8 円換算でですね、利用することができるっていう形になります。まあこういった感じでですね、ANA マイルはね、交換上限が4万マイルっていう風になりますんで、これ4万マイル以上ね、獲得した場合ですね、まあ、こういった感じでね、利用していただくのがね、いいのかなっていう風に思います。それでは次にね、レストラン特典ということで、アメックスプラチナのね、レストラン特典っていうのは結構多くてですね、まずダイニングバイ招待日和、まあこちらレストラン2名以上利用していただくと、コース料金7名無料っていうのがありまして、またアメックススペシャルリザーブっていう予約しづらいね、三つ星レストランとかね、こういったのを先行予約させていただいたりとかですね、あとね、プラチナアクセスということで、一元さんお断りのね、お店ってありますよね。まあ本当にあんのか僕は知らないんですけども、まあこういったお店でね、予約することができます。でホテルステータスもね、こちら発行するだけでね、もらえるっていう風になっておりまして、マリオットボンボイホテルのゴールドステータス、ヒルトンホテルのゴールドステータス、またね、ラディソンホテルのゴールドステータス、こちらはですね、クレジットカード発行するだけで獲得することができます。こちら獲得することはできるんですけども、こちらも登録は必要っていう風になりますんで、この点はね、注意してください。またですね、ファインホテル&リゾーツっていうね、こちら通称 FHR っていうね、呼ばれている特典があるんですけども、こちらもですね、このアメックスプラチナカードをね、保有していると利用することができるっていう風になっておりまして、世界ね、1300だったかな、世界1200ですね、超えるホテルで利用することができるっていう風になっておりまして、こちらね、アメックスのFHR 経由で予約で利用していただくとですね、100ドル分のホテルクレジット、またね、2名分の朝食サービス、またね、レイトチェックアウト16時まで、あと、客室のアップグレード、Wi-Fi で、12時より、チェックインができるアーリーチェックインですね、こちらも利用することができるっていった形になってるんですよね。こちらがですね、私かなり気になっておりまして、アメプラをね、発行した理由の一つもですね、この FHR っていうのはですね、ちょっと利用したいっていうのもね、結構あったんですよね。まあまあね、価格はするそうなんですけども、まあこちらね、対象ホテルにリッツカールトンとかエディションホテルとかですね、こういったマリオットボンボイのね、プラチナステータスを持っていてもですね、朝食がですね、つかないホテルも、こちらね、FHR であれば、あるっていった形になりますんで、ここをね、結構ね、ガンガンね、使っていきたいなっていうふうに思います。まあ普通にね、お値段はするそうなんで、まあガンガン利用したいんですけども、たまに利用したいぐらいでね、利用していきたいなと思います。それでは次にですね、空港ラウンジですね。このアメックスプラチナカードはですね、空港ラウンジサービスもね、かなり充実しておりまして、まず空港ラウンジっていうのは、航空会社のラウンジとクレジットカードで入れるラウンジ、あとプライオリティパスで入れるラウンジ、あとね、アメックスプラチナカードとセンチリオンカードで入れるラウンジっていうのはね、あるんですよね。で、まあクレジットカードラウンジっていうのはですね、私のね、国内収容とかでもちょこちょこ入ってましたけども、まあ、カードラウンジですね、クレジットカードのゴールドカード以上であれば入れるっていう風になるわけなんですけども、ここももちろん入れます。またね、デルタ航空のビジネスクラスラウンジ、こちらね、なんていう名前だったっけな、デルタスカイクラブがですね、こちらアメックスプラチナカードを持っているとデルタ航空を利用している時にはですね、利用することができるっていった形になってるんですよね。またプライオリティパスありますよね、こちらもですね、年間何回でも入れるプレステージ会員がね、付帯しております。こちらね、無料で利用することができるわけなんですけども、登録はね、必要っていう風になっておりまして、こちらね、同伴1名までね、利用することができます。このプライオリティパスのね、同伴1名利用できるっていうのは、おそらくね、アメプラ以外でないんじゃないですかね。他にあるのかな、まあもっと上位カードだったらあるのかもしれないですけども、まあ、私はね、このプレステージ会員の同伴1名無料で利用できるっていう特典は、アメプラの特典をね、調べて初めて聞いた特典っていう風になりますかね。
またですね、センチュリオンラウンジっていうのはですね、アメックスプラチナカードとアメックスセンチュリオンカードをね、保有している方が入れるね、ラウンジがあるんですよね。こちらもね、同伴1名までね、利用することができるわけなんですけども、こちらはですね、残念ながらね、国内にはないんですよね。まあ、今後ね、海外旅行とかね、行けるようになったらですね、このセンチュリオンラウンジっていうのもね、せっかくアメプラね、発行しましたので、利用していきたいなと思います。で、次にね、保険に関してなんですけども、保険もね、まあこちらね、見ていただければわかると思うんですけども、めちゃくちゃ種類あるんですよね。まず国内旅行保険なんですけども、こちらね、利用付帯で保証がついております。またね、家族会員も保証っていう風になっておりまして、特約もね、あるっていった形になります。またね、海外旅行保険なんですけども、こちらもね、かなり充実しておりまして、まず自動付帯でバッチンね、付帯しているんですよね。で、それにプラスしてですね、利用付帯分をつけるとですね、さらに増額みたいなね、まあそういった感じになります。またですね、海外航空機の遅延保証っていうのも付帯しておりまして、こちらもかなり充実しております。またですね、プラチナカードアシストっていうね、サービスがあるんですけども、このね、プラチナカードアシストっていうのもですね、かなりね、すごい特典で、私の発行したね、理由の一つなんですけども、このアメックスプラチナカードをね、保有していると、海外旅行のね、時の緊急時にですね、現地でサポートしてくれるサービスなんですよね。まあもちろんパスポートの紛失であったり、怪我とか事故とかですね、まあそういった場合ですね、また忘れ物をした場合とかもですね、サポートしてくれたりですね、米国とかね、カナダ、あとね、レストランとかの手配もやっていただけたり、海外情報とかもね、いただけるっていう風になっておりまして、またね、カードを紛失した時の再発行サービスとかもね、やっているっていう風になりますんで、このね、プラチナカードアシストっていうのはね、かなりね、充実している特典だなっていう風に思うんですよね。まあこの、私がね、海外旅行行ってた2年前とかですね、まあこういったね、世の中になってなかったので、特にね、海外旅行保険っていうのは、まあ、クレジットカードのね、海外旅行保険とかをね、自動付帯でたくさんつけて、まあそれでね、まあほとんど大丈夫だったわけなんですけども、こんな感じのね、世の中になって、まあ正直ね、いつ病気になるかってわからないじゃないですか。まあその時にですね、このプラチナカードアシストっていうね、まあ手厚いサービスはですね、今後ね、海外旅行でね、かなり強みになるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だからもうこれね、怪我して、まあ本当にひどくてね、病院行けないみたいなね、まあそういった時もですね、医療チームをね、派遣してくれるとかね、まあそういったのもあるみたいなんですよね。まあもちろんね、お金めっちゃかかるじゃないですか。まあそれもですね、まあ海外旅行で1000万円までね、付帯しておりますので、もちろんそこでね、カバーしてくれるっていった形になってるんですよね。まあもちろんはみ出た部分はですね、お金払う必要があるわけなんですけども、本当にね、どうしようもなくなった時もですね、こういった感じでね、サポートしてくれるっていう風になりますんで、このね、アメックスプラチナのね、プラチナカードアシストっていう特典はね、今後ね、かなり利用する方ね、多いのではないのかなっていう風に思うんですよね。またね、トラブルとかに巻き込まれた時の弁護士の紹介とかもね、やってくれるっていう風になりますんで、これもね、すごいですよね。もちろんこちらもね、海外旅行時のね、話っていう風にはなるわけなんですけども、本当にね、海外旅行のね、保険に関しては、本当に幅広いね、サービスがあるっていった形になるんですよね。それでは次にですね、アメリカンエキスプレスのクレジットカードっていうのは、基本的にショッピングプロテクションとか、リターンプロテクション、キャンセルプロテクションっていった形で、まあ、ここにね、記載されている通りなんですけども、まあ、破損とかね、購入日から90日以内、最高500万円保証していただけたりですね、購入した商品が返品できなかった場合ですね、購入日から90日以内であれば、1商品3枚までね、保証してくれたりですね、またね、キャンセルプロテクションということで、まあ、突然ね、体調不良で行けなくなった旅行とかね、そういった場合は、まあ、1件ね、15万円までね、保証してくれるって言ったね、こういうプロテクションが、まあ、これね、アメプラじゃなくてもね、この保証ね、あるんですけども、こちらもね、もちろんついております。で、アメプラのね、保証でまたすごいのがですね、このホームウェアプロテクションっていうのと、ワランティープラス、あとね、まあ、個人賠償保証もね、まあ、これクレジットカードについてって結構すごいと思うんですけども、まずホームウェアプロテクションなんですけども、このホームウェアプロテクションっていうのは、
個人のね電化製品のメーカー保証が終了した後ですね、破損とかした時に保証してくれるサービスなんですよね。でこれアメプラで購入してないものも保証対象なんですよね。これねかなりびっくりしたんですよね。またねアメプラを、まあ、今回私発行しましたよね。でアメプラに加入する前に買った商品ってあるじゃないですか、それも対象なんですよね。これねかなりすごいですよね。でこれの保証範囲がですね、破損とかそういったものも、まあ、対象っていった形になりますんで、これねスマートフォンはダメなんですけども、タブレットとかねカメラパソコンとかも大丈夫なんで、 iPad とかねカメラとか、まあ、パソコンとかもそうですけども、まあ、落として壊してしまったっていう場合ですね、これね保証対象になるんですよ。これすごいですよね。このホームウェアプロテクションもですね、このアメックスプラチナカードね入会した理由のね一つっていった形になるんですよね。で次にですね、ワランティープラスっていうね、これもすごいんですけども、家電製品のメーカー処方が基本1年ですよね。でそれ1年終わった後プラス2年ね延長してくれるサービスなんですよね。これ本当にね、なんでこんなサービスついてるんだろうっていう感じなんですけども、やはりね年会費が14万3000円のクレジットカードということで保証は満載ですよね。またね個人賠償保険とかもねついてますんで、まあ、ホテルの備品壊してしまったとかですね、私の子供がボールを車にぶつけてへこましてしまったとかですね、まあ、そういった場合でもですねこの個人賠償保険ね適用になるっていった形になりますんで、これもね結構いい保証だなっていうふうに思うんですよね。またですね、アメックスプラチナカードはですね、もちろんプラチナカードということで、まあ、アメックスプラチナのね結構有名なんですけども、コンシェルジュありますよね。コンシェルジュはですね、やはりアメックスプラチナのコンシェルジュって非常にね評判が良くてですね、まあ、私もクレジットカード発行してもうすぐねコンシェルジュ利用させていただいてるんですけども、本当にね丁寧に対応していただけるのと、これね24時間対応してるんですよ。これもすごいですよね。はい、これね24時間対応してるのはね本当にびっくりしました。私ね時間決まってんじゃないかななんていうふうに思ってたんですけど、これ24時間対応してくれるんですよね。ですんで今ね動画撮影してるのを夜中の1時ぐらいなんですけども、まあ、今ねなんか会員のあこれなんだっけみたいな、まあ、そういう疑問があった時とか、これから海外旅行に行くレストラン予約したいみたいなね、まあ、そういった場合であってもこのねアメックスのコンシェルジュね電話すれば対応してくれるっていう風になるんですよね。これもね本当にすごいですよね。またねこのコンシェルジュに関してはですね、もちろん海外からもね利用することができますんで、海外でね頼る先があるっていうのもですね、まあ、先ほどのプラチナカードアシストもそうですけども、かなりねいいサービスっていう風になりますよね。またですね、今はねあんまり利用する機会がねないかなと思うんですけども、このねアメックスプラチナカードだと手荷物宅配サービスってあるじゃないですか、海外旅行時の。これがですね往復で2個無料なんですよね。はい、すごいですよね。行きも2つ無料で送れて、帰りも2つね無料で送れるっていう風になりますんで、これもねかなりすごい特典ですよね。まあ、ちょっとね海外旅行ね今行ける状況じゃあんまりないのでなかなか厳しいかなっていう風に思うんですけども、まあ利用できるようになった時はですねかなりね重宝するのではないのかなっていうふうに思うんですよね。ということで今回ですね、とうとうねアメックスプラチナカードをね発行してしまいましたということで動画ね解説させていただいたわけなんですけども、私がねまあなんで発行したかっていう理由なんですけども、動画のね途中にもね言ってたと思うんですけども、 FHR の利用、またねホームウェアプロテクションの利用、あとフリーステイギフト、あとコンシェルジュですね、まあ、ここら辺をですねちょっと使い倒したいなと思いまして、まあ、実際に発行してみてですね、まあ、どれぐらいお得度が高いかっていうのをですね実際にね知りたいなと思って今回ね発行させていただきました。まあ年会費がね14万3000円ということで、まあどう考えてもですね元を取るっていうのは多分できないと思うんですよね。だって年間14万3000円の元を取るってかなりすごいじゃないですか。ですんで私の予想ね元は取れないと思うんですよね。まあ元は取れないと思うんですけども、実際に利用してみてですねどのぐらいね自分がいいなと思えるかどうかをですねちょっとね知りたいなと思ってですね今回ね発行ねさせていただきました。ちょっとね14万3000円ということで、まあ、何年保有できるかね分かりません正直。
おそらくね1年か、まあ、フリーステイギフトはねちょっと利用したいので、まあ、2年は頑張って保有したいなと思うんですけども、まあお金がある限りね更新はしたいなと思うんですけども、まあおそらくね2年でやめるんじゃないかなというふうに思いますので、まあそんなにね私もお金持ちでもないですし、この14万3000円の年会費をずっと払い続けるっていうのはちょっとね検討の余地に入らないので、まあおそらくね1年か2年でね解約はすると思うんですけども、ちょっとね発行してみたっていった形になります。どんどんね使い倒してですね、すごいおすすめできる部分があったらですね、またね動画解説したいなというふうに思いますので、そちらもね楽しみにしておいていただければなと思います。もちろんねなかったら動画は作らないと思うんですけども、またあればですね動画ね作りたいと思います。ということでちょっとね動画が長くなってしまったんですけども、とうとうねアメックスプラチナカードね発行いたしましたので、今後ねメインカードにしてガンガン使っていきたいなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイルお得情報、クレジットカード、マイルとモモホテル、ヒルトンホテルごとについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。